道の区。陸は大日本帝国海軍の戦艦。艦名は青森県から福島県にかけての旧国名、道の区国を名前の由来に持つ。姉妹艦、長門と共に帝国海軍の象徴として長く日本国民から親しまれたものの、1943年昭和18年6月8日に主法火薬庫から爆発を起こして沈没した。 軍艦道の区は、長戸型戦艦の2番艦。八十八艦隊計画2番手である。1番艦、長戸と共に、日本の力の象徴として、日本国民に長く愛された。横須賀海軍交渉で建造。また、竣工当時は世界に7隻しか存在しなかった40センチメートル砲、搭載戦艦として、世界7大戦艦と呼ばれた。長戸型戦艦2隻。 道の区、長戸は、交互に連合艦隊機関の任にあったため、知名度は高かった。戦前の学校の教科書に描かれたり、男子がイメージする軍艦といえば、当時の連合艦隊機関である長戸、道の区であった。道の区と長戸は、日本の誇りという色はがるたも作られている。海軍兵学校でも、道の区、長戸の40センチ砲が、太平洋を睨んでいればアメリカは攻めてこないと、 語り継がれたほどである。道の区湾に入り泊した際には多くの青森県民が見学に訪れた。道の区管内神社は岩木山の神社の五分神を祀っていたため、乗組委員も岩木山の神社に参拝した。第二次世界大戦中には他の戦艦部隊、山と長と伊勢、日向、山城、不相を等と共に温存された。道の区はミッドウェイ作戦や、 第二次ソロモン海戦等で出動したが、敵水上艦隊と交戦することはなかった。1943年、昭和18年6月8日、道の区は原因不明の爆発事故を起こし柱島沖で沈没した。戦後に不要作業が行われ、1970年、昭和45年には、艦隊の一部や菊の御門章、手法神や手法塔などが回収され、 日本各地で、道の区の装備が展示された。大戦末期に、アメリカ軍の攻撃で沈没し、終戦後に扶養され解体処分された他の、日本軍艦と異なり、艦隊の一部が2017年現在も、津欧大,大島に残っている。道の区は、姉妹艦長門より1年遅れた1917年、大正6年に84艦隊案の一艦として、加賀型戦艦。 天城型巡洋戦艦と共に予算が承認された。時間的余裕があったため、41センチメートル、連装砲塔2期41センチメートル3、連装砲塔2基、合計10問の道の区変態も検討されたが、各種利害を検討した結果、一番艦、長門の同型艦として建造されることになった。同年8月20日、戦艦一隻横須賀海軍交渉で、 建造予定、軽巡洋艦2隻にそれぞれ道のく、熊、玉の艦名が与えられた。8月23日、軍艦3隻、道のく、熊、玉と駆逐艦複数隻、一等駆逐艦、甲風、峰風、峰風沢風、二等駆逐艦、奈良、桑、椿、牧、毛焼き、えのきは、官邸類別等級表に登録された。道のくは1918年、 大正7年6月1日に横須賀海軍交渉で寄港された。1920年大正9年5月31日に浸水。横須賀港で行われた浸水式には、定名皇后、皇太子博人親王秩父宮洋人親王、加藤友三郎海軍大臣以下、多数の皇族や政財界、陸海軍の主要人物も立ち会った。 建造途中の1921年、大正10年、ワシントン海軍軍縮条約における未完成艦は廃艦とするとの条件に含まれたことで、イギリス、アメリカは、道の区の廃棄を主張したが、日本側は完成艦であるとして、存続を主張する。道の区の完成は、書類上10月24日とされているが、実際には、即居儀など、備品装備が間に合わず、 公式試験を省略し、半完成のまま海軍に引き渡されている。11月22日、引き渡し式が行われ、軍艦席に入った。佐世保鎮守府に入籍。ただし、12月5日に、横須賀で偽装中の道の国、第三文隊長として着任した、大西晋三、海軍隊員は、この時点でも、完成度85%程度と述べている。これに対して、 イギリス、アメリカの調査が行われているが、接待などを装った日本側の妨害工作により未完成である確証をつかむことができなかった。最終的に道の区の保有は認められたが、アメリカはコロラド級3隻、1隻は排気の建造変更と建造続行を、イギリスは後のネルソン級となる戦艦2隻の心臓を認められた。 一連の経緯を経て竣工した16インチ砲、搭載戦艦の7隻、長戸、道の区、コロラド、メリーランド、ウェストバージニア、ネルソン、ロドニーは、ビッグナ、世界の7大戦艦と紹介された。1921年、大正10年10月19日の全力講美では、排水量3万3750トン。 87,479馬力で26.728ノットという、後の大和型戦艦に迫る速力を発揮した。長戸とは、後端や環境式上の形状が異なり、艦首フェアリーダーの位置がやや先端に向かっている。艦首は、連携式1号機来の連携策を乗り切るための形状となっている。菊花紋章は、長戸よりもやや高い位置にあった。これは、 最終時まで変わらない区別点となった。新造時には、長戸が原則に備える魚雷防御網ブームも、新造時の道の区は装備しておらず、主砲塔の即挙技も、長戸の従来型、波式6メートルから新式の部式8メートルという2メートルほど大型型も物に変更されているが、高速時の艦隊振動のため、4番砲塔の即挙技は信頼性が低かった。また、 長戸と同じく環境に吹き込む煙突の肺炎、排熱処理が問題となり、長戸のものよりも太いファンネルキャップが取り付けられたが、あまり効果はなく、1924年、大正13年3月に屈曲煙突に改装された。この屈曲煙突は長戸型戦艦の特徴として知られており、環境の10メートル即居機の即居精度が向上し、煙突改造の結果は、 良好だったという。1924年、大正13年9月6日、大正天皇皇太子、摂政当時の昭和天皇は、巡洋戦艦、金剛、連合艦隊司令長官、鈴木艦太郎大将、金剛艦長、岸井光一大佐に上艦し、廃気艦、秋、薩摩型戦艦に対する長戸型2隻、長戸、道の区の艦砲射撃を侵越した。 四十一センチメートル砲の実弾射撃により、秋は沈没した。秋を栄光していたのは、戦艦不走であった。1925年、大正十四年四月二十七日午前九時三十分、定名皇后は、沼津御用邸へ赴くため、神奈川県の江の浦村から、水雷邸で、道の国に上官した。道の国は皇后を、静岡県沼津港まで送り届けた。 1926年、大正15年、長戸と共に第一次改装が決定されている。長戸の監守は、波切りが悪く、飛沫により、砲塔光学装置が曇ってしまうなど問題があり、また監守被弾時に大浸水を招く恐れがあるため、長戸に先んじて、道の区の監守部分の形状変更が行われた。このため、道の区の監守は、横から見ると鋭角となったが、 予定通りの効果が出なかったため、長門は、艦首形状を変更していない。この艦首構造の違いは、長門と道の区の識別点となった。第2、第3種砲塔の速距離は10メートル型に換装し、広角砲も、従来型の8センチ砲から89式12.7センチ、40口径連装4基、ビッカース式40ミリ連装機銃2基に変更した。 期間は、屈曲式の煙突へと変更されている。このほか、環境全部にも、予備式場を設けた。羅針環境の拡張など、細かな改良は暫時行われた。道の国は1934年、昭和9年9月5日から1936年、昭和11年9月30日まで、大改装が施された。改造の主目的は、 放戦能力向上と防御力改善であった。バルジの装着、監視部分延長水平防御改善、手法、広角法の行革上げ、中排水区画を増やしている。手法と砲塔は、加賀型戦艦2隻、加賀、土佐向けに10機製造され、8機保管されていたものを改良して装備した。環境部にも変更が加えられ、全小牢と呼ばれる、全部環境は、 最上部に94式砲違板照準装置を配置、その下が、手砲射撃所となり、以降下に向かって、戦闘環境、副砲指揮所、副足的ところ、上部見張り所、手砲全部予備指揮所、羅針環境、副砲予備揮所、司令塔環境下部環境と続くようになった。道の区の副砲予備揮所はガラスがない開放式で、長門のガラス付きと異なっている。 上機関は、関本式21機から8本に減少したことで、煙突は1本となった。燃料搭載量は、増加。航続力も16ノットで8650回りに、増えたが、速力は25ノットに低下した。1935年、昭和10年の改装で取り外された41センチ連装砲の4番、砲塔は、教材として、江田島にある、 海軍兵学校に持ち込まれており、同地が海上自衛隊の第一十科学校、幹部候補生学校となってから、主砲団と共に展示されている。1937年、昭和12年8月21日、道の区は、い1、い2、い3、い4、い5、い6、戦艦長戸、春名、霧島、慶淳洋艦伊すと共に、多土津港を出港し、 長江川口沿岸でで、日まで作戦行行動を行う。1940年、昭和15年初頭、イギリス海軍艦艇はしばしば日本近海に出没した。1月21日には、軽巡洋艦リバプールによる客船浅間丸の臨県、ドイツ人乗客逮捕連行事件、浅間丸事件が発生している。これらのイギリス艦艇の動きがしつこい場合、 軍令部の加齢により、横須賀に停泊していた道の区が出動し、追い払うこともあったという。同年、土佐沖で戦艦長戸等と夜間演習に参加中、駆逐艦が発射した訓練魚雷のうち、本来ならば艦艇を通過するはずの一本が、道のく三元に命中百十トンの浸水被害を受けた。太平洋戦争、大東亜戦争序盤は、広島湾周辺で、 他の戦艦ともども温存された。1941年、昭和16年10月8日、連合艦隊機関は、道の区から長門に変更された。12月8日の真珠湾攻撃の際、山本56連合艦隊司令長官は、戦艦部隊、長門、道の区、日向、伊勢、扶桑、山城、第三航空戦隊、宝省、随法、三日月、夕風、 1> 第1水雷戦隊各駆逐隊等を率いて出撃、小笠原諸島近海まで進出した。航海中の12月11日、道の区は、火事故障を起こして旋回しつつ艦隊から落後、約15分後に復旧したがうがきまとい、連合艦隊参謀長は、敵戦あらば絶対の襲撃機会なりと懸念している。本格的な作戦参加は1942年。 昭和17年6月上旬のミッドウェイ作戦であった。だが第一戦隊、大和、長戸、道の区を含め連合艦隊司令長官山本五十六、大象直卒の主力部隊は、南雲機動部隊候補を生みしていたため、戦局への寄与はなかった。機動部隊壊滅後に主体は反転、道の区には第四駆逐隊、第一小隊、嵐、 の明けから空母赤城の生存者が異常した。6月14日、主力部隊は、クレに帰島した。同年8月7日、アメリカ軍がガダルカナル島とフロリダ諸島に上陸して、ガダルカナル島の戦いが始まる。8月9日、道の区は、近藤の武中条指揮下の前進部隊、第二艦隊、機関、アタゴに編入される。乗組委員たちは、 久しぶりの出撃に喜び、前祝いをしたという。8月11日、前進部隊は、日本本土より出撃する。出撃時の前進部隊本隊は、道の区、第四戦隊、あたご、高尾、まや、第五戦隊、病行、はぐろ、水上規模艦地とせ、第二水雷戦隊、第四水雷戦隊であった。8月17日、前進部隊は、トラック白地に進出した。 8月21日、前進部隊の一員として、サミダレ島と共に、トラック白地を出港する。同月24日から25日の第2次、ソロモン海戦に参加したが、対空戦闘のみで、アメリカ艦隊と水上戦闘を行う機会はなかった。高尾型重巡洋艦、第4戦隊、両高型重巡洋艦、第5戦隊、最上型重巡洋艦、第7戦隊、 トネ型重巡洋艦、第8戦隊、混合型戦艦、第3戦隊、第11戦隊等から編成される、高速艦艇が、アメリカ軍機動部隊を追撃するにあたって、最大速25から6ノットの道の区は、第2駆逐隊の白露型3隻、村雨、サミダレ、ハル春雨と共に前進部隊から分離され、後方に残置されてしまった。戦士総書49。 南東方面海軍作戦1では、空母を中心に起動する作戦においては、低速戦艦はすでに作戦上の要求に適合しなくなっていた。と記述している。25日深夜、道の区第2区地区隊補給部隊日本岸ミネグモは全身部隊に合流した。27日、艦隊に接触するアメリカ軍飛行艇に対し陸は手法を発射。 アメリカ軍機は爆弾を投棄して退避した。この時期、支援部隊、機動部隊、前進部隊は燃料が不足気味となり、戦艦部隊は順次、トラック白地に帰投することになった。31日、道の区と護衛の駆逐艦は、前進部隊から分離、トラック白地へ向かった。9月2日、トラック期間。5日、前進部隊と、 機動部隊もトラック白地に帰着した。宇垣きまとい連合艦隊参謀長は、陣中日記戦争録に、二艦隊は三戦隊の代わりに、同艦の同行を要望せるも果たして、その結果やいかがと記したが、前進部隊の機動作戦に随行できないことから、道の区は同部隊から除かれる。連合艦隊主体、山と道のく第9戦隊、北上大井第7駆逐隊、 サさざミ、アけぼのに所属。その後、道の区はトラック白地で待機する。10月中旬の南太平洋、海戦、11月の第三次ソロモン海戦のいずれにも参加せず、戦艦ヤマト等と共に後方で待機した。このため、燃料タンクや艦隊旅館と呼ばれることもあった。第三次ソロモン海戦では、事前にヤマトと道のくから、 出動艦艇に食料を補充した。また、近藤中将指揮する第二艦隊機関、従順アタゴの公会長が人事道により退官してしまったので、公認のアタゴ公会長、山賀哲夫中佐、道の区公会長が臨時のアタゴ公会長を務めることになった。アタゴは11月14日の15日の夜戦で、アメリカ軍の新型戦艦2隻 サウスダコタ、ワシントンと交戦した。一連の戦闘により、戦艦二隻、比叡、霧島、従順絹笠、駆逐艦三隻、赤月、夕立、綾波が、沈没、輸送船団も壊滅した。第十一戦隊司令官、安倍高喜少将は、比叡から駆逐艦撤風、第十六駆逐隊に移乗し、同月十八日トラック白地にて、撤風から道の国移動。 第十一戦隊の解体手続きに入った。1943年、昭和18年1月7日、道の区は、空母随格、従順鈴屋、駆逐艦複数席、有明、夕暮れ、朝潮、磯波は、サイパン付近まで、電と甘霧は途中交流、と共にトラックを出発する。道の区には内地へ戻る真ゆずみ春を大佐も、便乗していた。 随各隊は、呉へ向かい、道の区隊、道の区、浅潮、を、電話十二日になって、横須賀に到着した。その後、道の区は、内地待機が続いた。二月十五日、道の区は、駆逐艦三隻、三雲、旗風、野風に護衛されて、横須賀を出発、瀬戸内海、葛島白地に移動した。五月十二日、 アメリカ軍がアッツ島に上陸を開始、アッツ島の戦い。第二戦隊は出撃準備をしたが出撃することはなかった。5月29日、山崎康寄陸軍大災課アッツ島の日本軍守備隊は玉砕した。6月8日、道の区は広島湾沖柱島白地に停泊していた。早朝から降っていた霧雨がやみ、無風で霧が白地を覆っていたという。 周囲には、姉妹艦の長と、戦艦不走、重巡洋艦最上、軽巡洋艦大淀、第11水雷戦隊、立田、東風、若月、玉波等が停泊していた。この日の午前11時30分頃、公州予科連練習生152名、153名とも、が、艦隊実習のため道の国上艦した。続いて、柱島白地に向かう長とに、 機関部位を譲るため、午後1時から軽流害をする予定になっていた。道の区艦長、三好照彦は、前日に着任したばかりの扶装艦長、鶴岡信道大佐、三好とは、海軍兵学校同期を訪ねて、扶装で観覧し、正午前には、道の区に戻った。道の区では、昼食が終わり、タバコ本出せの命令があって、休憩時間だった。航海会員は、 病地変更作業の準備をしていた。12時15分頃、道の区は三番砲塔四番砲塔付近から突然、煙を吹き上げて爆発を起こし、船体は四番砲塔後部間板部から二つに折れた。完全部は右舷に傾斜すると転覆し、爆発後間もなく沈没した。この時、360トンもの重量がある三番砲塔が、環境とほぼ同じ高さまで吹き飛んだという。 目撃証言もある。道の区環境で爆発を目撃した兵によれば、煙が出た後飛行艦板が、後部からめくれて海岸が高登ったという。爆発を目撃した不走は、ムツバクチン数の緊急心を打電した。直ちに救助艇を派遣する。航行中の長とは、爆発音を方向死者だと思っていた。そこに、不走より、道の区爆ンの連絡を受け、 これを、米潜水艦の乱撃によるものと判断した。増速して、現場を離れると、救助艇を発進させた。長戸艦長級、総与根次郎大佐は、クレに戻ろうとしたが、第一艦隊司令長官、清水テルミ中将は、葛島開港を命じ、長戸は救助作業を続けた。同じく、クレチンジュフも、潜水艦の襲撃と判断し、対潜水艦配備を行う。 最上では、霧のため事故を直接目撃することはなかったが、敵戦侵入の速報を受けて、爆雷戦の準備を行う。この時、爆雷二個ヒューマンエラーにより投下した。道の区ワクチンの報告を受けた昭和天皇は、高松の宮信人親王、軍令部、海軍大佐に潜水艦対策をやっているだろうねとしきりに聞いている。道の区間全部が沈没した後も、 後部は、管備部分を上にして浮いており、周囲の各官は探偵を派遣して、救助作業を行った。管備部分は午後5時頃まで浮いていたが、約4時間後、日没後に沈没した。乗員1474人、定員1343名、予科連行費第11期練習生と、教官134名が、幹部実習で午前11時から上官のうち、 助かったのは353人で、死者のほとんどは歴死でなく爆死だった。三好、道の区官長の遺体は、官長室で発見された。王の将老大佐、道の区副長は、戦艦兵沈没時の副長だったが、今度は、道の区と共に殉職した。他に、機関長、法術長、主計長、軍医長、運用長、 副父近と交代したばかりの末竹政治中佐など、監修要幹部も軒並み殉職している。沖原秀哉中佐、道の区公会長は、南太平洋海戦で大破した重淳地区間公会長からの転任で、道の区爆発時は、右元門のところで、甲板士官と会話をしており、爆風で海中に吹き飛ばされた。生還したものの、道の区爆陳時の負傷が元での地に病死した。 道の区の生存者、約350名の大部分は歌詞官兵で、昼食後に甲板で食器を洗っていた新兵が多かったという。天候不良のため大部分のものが館内におり、幻想からの脱出も難しかった。道の区生存者は長戸に収容された後、上館したままトラック白地に進出した。多くは南洋諸島に送られて戦死したという。また、 特技賞を持っていた者は、そのまま長門に配属された。道のく衛兵司令だった中村寛一大尉は、クレチンジュフでの打ち合わせのため道のくを離れていて、無事であり、後に長門校舎指揮官として、霊的海戦等を戦った。爆発時に、道のく上甲板にいて生還した、神別府の武器中尉は、特4式内家庭要員を経て、人間魚雷回転登場員となる。 回転特別攻撃隊第1回出撃、菊水隊として出撃後、以後第37潜水艦沈没時に戦死した。道の区と共に戦死したヨカレン練習生たちの葬式も、所属していた土浦海軍航空隊で行われることはなかった。同航空隊においても、道の区から生還した者や、不走に乗艦して助かった者に対して、厳重な観光令が敷かれている。 道の区爆沈時の第一艦隊司令長官であった清水照美中将は責任を取らされる形で予備役に編入された。沈没地点には赤不評が設置されており、1944年にこれを見た宇垣きまとい第一戦隊司令官が道の区爆沈を改装している。道の区の南南西約1000メートル、扶装艦長の改装では2000メートルに停泊していた。不装は 道の区ワクチンス。1215と発信。以後道の区に関する一切の発信は禁止され、付近の高校は禁止された。死亡した乗員の家族には、給料の送金を続けるなど、道の区ワクチンは一般には取得された。道の区官長の妻が不審に思って、海軍省を訪ねたところ、中沢雄大佐、海軍兵学校43期、三好とは、 海兵同規制でさえ真実を打ち明けられず、やむを得ず、夫人に帰ってもらったという。国民は戦後になるまでこの事件を知らされなかった。1943年、昭和18年4月18日は山本56連合艦隊司令長官が戦死、海軍港事件6月5日に、日比谷公園で国葬、圧倒玉祭など暗いニュースが連続しており、 国民に親しまれた道のくが戦わずして、バクチンという最悪のニュースを内外に報道することができなかったという事情もある。最も,も連合艦隊各艦にはニュースが通達されており、道のくチン直前に病気療養のため退官、転勤した福地地下は、着任先の海軍兵学校教官たちから、君は幽霊ではないかと驚かれたという。さらに休暇上陸後に、 国民から、道のくが爆賃したと教えられたと証言する、戦艦武蔵の乗組員もいる。くれでも道の区バクチンの情報は、確証を持って語られていたという。舞鶴海軍交渉では、道の区バクチンに、弱り目にたたり目だとの声が流れた。終戦後の1945年、昭和20年12月9日、GHQ は、NHK ラジオ第一放送、第二放送を通じて、 真相はコーダの放送を開始。この中で、道の区沈没を、航空母艦士なの、雲流、随格、千代田、及び戦艦をクリック、道の区は何時、伊豆区で撃沈されましたかお知らせくださいという題で放送した。日本海軍は、道の区の他にも、戦艦三笠、巡洋戦艦つくば、大正六年一月十四日、横須賀軍港、戦艦河内、 大正7年7月12日、防護巡洋艦松島等を火薬庫の爆発によって喪失している。他にも戦艦ひなたや春名も司法爆発事故を起こしている。総合巡洋艦日清で起きた火薬庫爆発事故は不満を持っていた乗組員の放火によるものだった。道の区ワクチンの場合も爆発事故直後に左門委員会委員長。 塩沢光一海軍大将が編成され、事故原因の調査が行われた。三式岩の自然発火は、原因調査前に最も疑われた、事故原因の一つだった。だが、不走艦長、鶴岡信道大祭下、道の区爆沈黙撃者は爆発直後に発生した、爆発炎を、ニトログリセリンと、面火薬が、主成分の手法弾用九十三式一号創薬による、 ものだったと述べ、原因調査の際に行われた目撃者に対する火薬園の比較確認実験でも同様の証言が残されている。サモン委員会が実施したこの実験は約300万円を計上して、クレコーショーカメが首方向実験場内に、道の区の第三砲塔弾薬庫と全く同じ構造の模型を建造し、道の区生存者立ち合いの下で各種の実験を 行ううという本格的なものだったこの実験でも、三種基段の劣化等による自然発火は発生しないことが確認された。以上のような検討の結果、火薬の自然発火とは考えにくくなった。直前に、道の区で窃盗事件が頻発しており、その容疑者に対する左門が行われる寸前であったことから、人為的な爆発である可能性が高いとされる。 調査に赴いた、軍令部の杉浦九郎大佐、海兵四十七期、軍令部、第二部第三課長によれば、四等団子の下士官が最近衛兵を長期夢中、時計を通ったので、ちょうど8日、衛兵司令都団子長、兵装ながらが暮軍法会議に吹いたので、本人派の落ちっていたと思えへる。日本海軍の種の事件派人為的のかる理由たし、出会った。 1970年、昭和45年9月13日発行の朝日新聞は4番砲塔内より犯人と推定される遺骨が発見されたと報じ、この説は一般にも知られるようになった。この時、窃盗の容疑をかけられていた人物と同じ生命が刻まれた印鑑が同時に発見されている。だが、火薬発火説、人意爆発説とも確実な証拠を得られず、真相は、 明確になっていない。道の区ワクチンの速報を聞いた高松宮信人新納海軍大佐は以下の所見を述べている。上記の人為的爆発の背景としては上院のいじめによる自殺や一家死患による放火などが挙げられている。また謎めいた道の区の最後はフィクションの題材にもなった。例えば作家の梶山敏之によれば 週刊文春1959年、昭和34年6月1日号で、道のくくチンは、共産主義者、コミンテルンの工作という説を唱え、日本共産党から抗議された。遺説として、大高雄二、第七区逐隊司令物系通信兵による、爆雷誤爆説がある。道のくくチンの約1年半前の1941年。 昭和16年12月30日、大潜水艦紹介出撃準備中の駆逐艦使用は、起爆点を水深25メートルにセットしたままの爆雷一個を、道の区爆鎮地点に落としたとされる。その際は爆発せず、引き上げられもせず放置された。落とした事実は、上級士官に報告されなかった。この付近は水深25メートル前後であり、 道の区移動時のスクリューの回転により何らかの波動が発生して爆雷が爆発したのが道の区沈没の原因であると結論付けている。大高は人意説に対して戦艦の弾薬庫管理は厳重であること、鍵は当直将校が首にかけていること、弾薬庫には不審番衛兵がいることなどを指摘し、仮に道の区艦長が敵国のスパイであったとして火薬庫に侵入。 放火することは、不可能だとして否定的である。長戸副法師として、道の区爆地を目撃した田代軍、都市を、海軍一等兵装も、玉火薬庫上尾鍵を持った、道の区副次下将校が、鍵箱ごと遺体で回収されたこと、呼び鍵は、館長室にあることを理由に挙げ、弾薬庫不審者侵入説を強く否定している。しかし警備が厳重な玉火薬庫扉を経由せず、昼間は、 無施錠となっていた砲塔から乾燥室を経由し、火薬庫へ侵入するルートがあることを指摘する声もある。空母三隻、地歳、せ、随宝、随格の艦長を務めた野本ためき、元海軍少将も、そんなのすぐ鍵やってる。砲術が悪いと、海軍反省会で証言している。1952年。 昭和27年4月の海底の再調査では、東のき132.24度、北緯33.58度の海底に、道の区の前半部分、3番手法より前は、右下を下に、横倒しで沈没しているとされた。1、2番手法等は船体に止まっており、環境や煙突、後部環境も脱落していない。吹き飛んだ3番手砲は、 船体から離れた場所に横倒しになっており、大半が泥に埋まっていた。切断されたビブは、船体から50メートル離れた場所で、上下逆の裏返しに近い状態で沈んでいた。道の区の沈没場所は、浅井瀬戸内海であるが、潮流が早く視界も悪いため潜水するのは、危険な場所である。爆沈直後から、海軍は、道の区の潜水調査を実施した。調査には、 西村式潜水艇、豆潜水艦も投入されている。海軍は、可能であれば引き上げて3ヶ月の後期で再戦力化したいという希望を持っていたが、調査の結果、船体の破損が著しく再生は、不可能と判断され、不要計画は放棄された。1944年、昭和19年7月、道の国燃料庫から重油の回収作業が行われ、約600トンを回収した。 竹作業。終戦後の不要作業は、占領下の監視のために行われなかったが、1948年、昭和23年に、西日本海事工業株式会社が、艦の搭載物資のサルベージを開始する。この際、許可範囲を超えた引き上げが行われる、歯取り事件が起こり作業は中断した。昭和28年8月16日、艦首の菊の紋章が引き上げられた。 欅製で表面に金箔が貼られていたが、劣化が進行していた。菊の紋章は文化財と判断され、文化財保護委員会を通して資料番号が割り振られた。1970年昭和45年から、深田サルベージ株式会社、現、深田サルベージ建設株式会社主導によるサルベージが再開された。同年7月22日、1500トンクレーンによって、 完備部分1400トンの活引き上げを試みたが、85mm ワイヤー8本が切断するなどして失敗した。この失敗を踏まえて、完備部分を前半部分と後半部分に海底で切断し、1971年3月15日に 100mm ワイヤー。日本で初めて使用2本と 85mm ワイヤー4本を使用して、完備の後部部分、 500トン、長さ10メートルを引き上げた。引き上げた完備の後部部分は、切断面を下にして、広場に据え置かれた。後の調査では、広さ3平方メートルの艦長食器室から、旧帝国海軍の怒りのマークが描かれた皿や、コーヒーポットなどが回収されている。同様に、第4砲塔が引き上げられ、内部から数点の遺骨が回収された。その他の部分は、 海中で細かく分割され、引き上げられた。減圧作業のため一回の潜水での作業時間は20分程度であった。道の区の沈没から24年が経過して船体は海藻の森ないし魚礁のようになっていて滑りやすく、透明度も1メートル程度しかなく、作業は難航した。艦隊の約75%が扶養されたところで、引き上げ作業は終了した。 環境部と監視部等を除く艦の全部分などが海底に残っている。2007年、平成19年4月7日、第六艦区海上保安本部は測量船来る島のマルチビーム探索機を用いて海底に残る道の区の船影を捉え一般、公開した。引き上げられた道の区の砲塔の装甲や船体は鉄くずとして再利用された元々引き揚げのコストは 鉄くずの売却液で差し引きする予定だった。道の区戦隊に使われていた鉄は、戦後の溶光炉の摩耗具合を調べるために、耐火電ガにトレーサーとして仕込まれたコバルト60を含まないことから、日本各地の研究所、原子力発電所、医療機関における放射能測定において、環境放射能遮蔽材などに用いられており、道の区鉄の名で重宝されている。は左に、 同じ変更なし、空白は不明。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。